3組の遊撃隊を動かしたことだけは応酬します。銃は今どこに？一部はもう千葉県内に運び込んでいます。我々は三里塚で必ず銃を登場させます。本当に？嘘と思うならそれでもいいです。武器奪取の次は？実行です。すでに我々の手にある武器はダイナマイト、散弾銃、ニップル爆弾、キューリー弾、モルトフカクテル、ピース缶、日本刀などです。赤軍派たちと合流して4月に一気に行動を起こすという噂もあるけど、赤軍とは考え方が違うから戦術的な共闘として見てください。大きなイメージは、ちょっといいですか？国会を中心にその演習場で同時的に放棄します。三鷹で交番が爆破したかと思うと、新宿でデパートが、池袋、神田でも爆破が起こる。もちろん交通機関も破壊します。そして権力を分散させて中心部に向かう。そこでは白と緑のヘルメットがデモをしていて、機動隊がそれを取り囲んでる。そこへ我々が出ていく。権力は大衆と戦闘的集団のサンドイッチに合います。足を奪われた群衆は新宿にたまりパニックに陥る。敵は騒乱罪を適用するでしょうけど、思うツボですよ。群衆の中を泳いでゲリラができることになる。これが我々の4月です。